ばんは。開いたら始まった。こんばんは。福田です。ネットでーす。アデダス。お疲れんこー。ぐんぐんぐんし、服だらけのやつありがとう。服まみれ、服まみれありがとう。服まみれ。あれんこー。服今日はですね、ガールズストリームさんというね、結構新しめのアイドル雑誌の撮影をさせていただきました。めっちゃ久々だった雑誌とか、1年ぶりぐらい、もっとかも。ビスとかはあったけど、アイドル雑誌がマジで久々すぎました。ガールズストリーム様、なんか創刊号から、最初はいつだっけな、大好きな人ぐらいの時に5人ぐらい、ユミリンとかココアとか千穂ちゃんとかピオとかミチとか乗ってて、でその次の号にマイケルとミナミと誰だっけ、コッコとオキポと誰だ、えピオ、えミチュだ、ミチュかな、分からんけど、まあ、とりあえず乗ってて5人ぐらい乗ってて、で私もちょっとそれ乗りたいなと思ってたから、今回呼んでいただけて嬉しかったです。千穂ちゃんと高尾ちゃんとマリーナとさやかりんと私、3月ぐらいに発売って言ってたけど、まだコロナとかがあるからまだ分かんないけど、3月ぐらいに発売って言ってました。イエイ、おかげさまで。福ちゃん時期喜んでた、安否よかった。いらねえやんって言ってなかった。よかったね。そう、 STU 劇場で、 STU 劇場で撮影させていただいたんですけど、船何気に今年初めて行ったんよ。なんか明けおめって思いながらやってました。めっちゃ寒かったけど可愛く撮って、あのカメラマンさんが今年のアーシャ、私のプロフィール画像、今のツイッターのアイコンとかになってるプロフィール画像を撮ってくださった方で、あのアーシャ私史上一番漏れてるのね。でその方だったから、もうマジテンション上がりました。どんな風に映ってるか分かんないけど、きっと信頼できる写りに違いない。あんな可愛いアーシャを撮ってくださった人だから。私服の撮影と衣装の撮影と2個あったんで、楽しみにしててください。公式マーク戻りましたか。もともとないよ。
ペアチキ申し込んでありがとう。今日不思議なコメントが多いね。何の話してたっけ。なんか一個も脈絡がつかめない、全然私の読解力がなくて、え、全然脈絡がつかめないんだけど、みんなのコメントの何の話してんの全体的に。え、すごいね、いろんなとこに行ってるね、お話が。めちゃくちゃなんだけど、すごい今日。え、自由すぎる。わあ、どうしよう。え、待って、無理、自由すぎるよ。あ、やめてやめて、わかんない。みんな大変だね、いつもこんな私に付き合ってんだ。私いつも急に脈絡のない話するたりするじゃん、で5秒前にしてた話急にバチって切ったりするじゃん。こういうことか、ごめんね。いつもみんな意味わかんない、コメント一個一個は多分ちゃんと考えて打ってくれてるんだろうけど。あ、もうめちゃくちゃだ、全然わかんないや。何言ってんの。むずい。自由すぎるよ。どうしよう。怖いよ。かわいい、あ、かわいいは拾えた、ちゃんと。え、むずっ。一人ごと聞きすぎて覚えた、ありがとう。一個一個収集していこう。今日ジリちゃんかわいかった。そうだね、ジリちゃんとってもかわいかった。みアンピーとかマリーナがチェキ喜んでて、今日はメンバーにチェキを配れてよかったです。みんな受け取ってくれてありがとう。 3AKB 以下は残念ながら私ちょっと見てなしません、すいません。だから全然話についてきません。4、なんかお腹すいた、私もお腹すいたから、こうちょっと11時くらいになったらなんか食べようかなと思ってます。5、ペアチェキ申し込んだっていう竹福チェキありがとうございます。ロリータファッションを見てたら昨日から沼すぎてとってもワクワクしました。てかロリータ女子になりたいと思いました、お金ないけど。あと6、今日は朝雨だったけど撮影の時は止んで曇りぐらいでよかったです。なんだ、あと何があったっけ。あ、7、ガールズストリームさん載せていただけるのでぜひ、またお知らせするけどぜひ買ってください。なんだっけ、それぐらい？他にもあったよね、いろいろ。けどちょっと、無理だった。大変大変。あ、服たくさんありがとう。身長164。整理できたね、えらいでしょ。つけ出さないで、いろいろつけ出さないで、私はパニックにしないで。ミーヒーに怒られたけん、え、何も怒られてないんだけど、みなみと何も喋ってなくない、今日会ってないよ、みなみ。なんか怒られた、 LINE 無視してる、みなみ、みなみ怒られてないよ。いや怒ってない、え、足24.5、
あ、ツイッターのやりとりね。時事問題ね。ジジちゃんずるいって、えへへ、時事問題ってなんか時事ニュースって感じですね。みなみがさ、あかりんがジジちゃん抱っこしましたみたいなツイートした後に、みなみからずるいって来てたんだから、動物のお医者さん注意って送ったの、帰ってこない。でもさ、うちの家ではね、パパが言うの、いつもずるいって。私妹とめっちゃずるいって喧嘩するんだけど、ママになんか買ってもらったりしたらずるいって言うんですけど、そしたらパパが10位ね、10位10位、動物のお医者さん10位、動物のお医者さん、動物のお医者さんって言って煽ってくるんですよ。その真似してみました。動物のお医者さん10位って言われます。パピプペポ、何歳の頃の話、全然現在進行形の話です。現在進行形です。そう、リプさえしても分かんないだろうなと思った。パパはずるいのことを動物のお医者さんって言うし、えらいねのことをエロいって言うし、本当はめちゃくちゃです。昔から猫の呼び方は、ママはゴロミちゃんのことは先週って呼んで、ニャンスケのことはスケローさんって呼ぶかな。でパパはゴロミちゃんのことはミンゴロって呼んで、スケちゃんのことはロロロってロロロって呼んでる。妹はゴロミちゃんのことは姫って呼んでる。で、ニャンスケのことはなんて呼んでるの、妹スケちゃんって呼んでるかな。あかりんやゴロミちゃんのことは姫、ゴロミ姫なんかいろいろ呼んでて、スケちゃんのことはニャスケ、ニャスケ、ニャスケって呼んでる。正式名称はゴロミちゃんとニャンスケ。ニャンスケ。選手。猫は別に混乱してないよ。別に呼ばれて振り向こうとかいう意思はないし。うちらがめでたいだけ。ふく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 。四国大使のくじ何？ああ、あの放課ホームルーム的なやつが当たる文化。15日連続配信中、優秀やな。エロいね、エロいね。
11時1分になった。なんか食べたいんだよな今。何が食べたいんだろう私。何が食べたいんでしょうか。チョコバット今日ね27本買ってきた。ジュジュちゃん食べた。何系かな。卵焼き作ろうかなと思ったけど卵焼きの気分でもなくなったんだよね。なんかもうちょい濃いやつ。今日アンパンマンチョコはね47本買ってきた。数える人地獄みたいな顔してたレジで。本当は48本あったんですけど店に1本だけ残しといた。子供が来たら、子供が来たらあれだなと思って。でもアンパンマンばっかりで、あ、みんな厳選して食べてるんだなと思った。チンジャーロースか。チンジャーロースチンしようかな。ペコちゃんチョコもあるけど。チンジャオロース、お菓子では絶対お腹すくんで、チンジャオロースはお菓子か。UFO 買った？セブンのチンジャオ美味しいよね。貝鍋肉ホイコーロ。お疲れんこーん。餃子な今。お菓子じゃないっけ。辛いの好きだよ割と。夜ご飯食べたんだけどもうなんか食べよっかなみたいな。もう一回だ食べたのさ6時ぐらいだったよね。あれ6時ぐらいだったから食べよっかなみたいな感じです。ちょい高いでしょ陳情。そうなのよ。うわ UFO、 いや味濃いもの食べたいな。ピザいいな。ちょっとチンしてくるね。30秒待って。よいしょ。最近さ電子レンジのさプレートがうまくはまってなくてガホガホです。
ガホが濃いんですよね。てかさ、ドンキってさ、他の店より1円でも高かった、高かったら返金してくれるの、マジ？やったことある人いんのかな。ミラーボールありがとう。あ、ドンキロープライス保証がついてる商品まだ。甘っ。ありがとう。ありがとう。レンチンしてるよ。待ち時間で。アサリとかないやつ、ちっちゃいサイズだから。待ち時間。配信でいつも何かしら食べてる。もう配信外でもいつも何かしら食べてるよ。ドンキの弁当安い。あれ、ドンキで弁当買ったことない。弁当売ってるんだ。炭水化物ばっか。炭水化物しか勝たんけーのー。ドンキの焼き芋？あ、ドンキの焼き芋いつもいい匂いして気になるけど買ったことない。美味しいあれ。チンジャオロース美味しい。焼き芋食べたく、焼き芋とか栗とか大好きなんだよね。熱っ。セブンの高級食材でも中華料理屋に行ったと思えばだと。あ、剥がし方めっちゃ下手だった。見て、めっちゃ下手なんだけど。え、びっくり。こんなに剥がし方下手にできるのこれ。わー、美味しそう。
ほんとセブンイレブンの人私のために開発してくれたのかな、チンジャオロース感謝なんだけど、マジで小籠包もあるしさ、次はピーマンの肉詰め出るな、こりゃもういいや、これで。いただきます、イエーイ。あ、美味しい、味が濃くて。あ、ミラーボールありがとう、あげるね、みんな。あ、肉の部分あげる。消える前にすかさず、ありがとうミラボー。お、ミラボーありがとう。ご飯欲しくなるわ。うん、ミラボーありがとう。マジご飯食べたくなる。食事中ミラーボール投げられた感想、これだなって感じ。チンジャオロース、うわ、ありがとう。食レポ、味濃い、ご飯食べたくなる。ミラボありがとう。え、これって普通に店で買ってもさ、店でチンしてレッスン場とかで食べれるんかな。店ってこういうのチンさせてくれる。終わった、ごちそうさま。他にも喜んでくれても嬉しい、とんでもないわ。お腹いっぱい、さすがに。
ちそうさまでした。何かね、今日満たされてないのは何だと思うかしら。なんでかな。何か不安なことがあるのかしら。猫はチャージしました。ふくふく。ジジちゃんまた会いたい。ジジちゃんにチュー。ジジちゃんすごかった。白い服着て会いに行ったら白い服がジジちゃんだけでグレーになってて感動した。ジジちゃんって毛が短いしちょっとウエットで可愛い。チューって感じ。ジジちゃんの鼻がチュー。ジリちゃんの口をって吸ったし、ジリちゃんの口の中に手入れてツバの匂いも嗅がしてもらったし、ジリちゃんの耳も食べさせてもらったし、ジリちゃんに爪立ててもらったし、幸せジジちゃん。あいつはいい男だぜ。へっ。うーちゃんうどんぶり披露中。嘘。困ってるかな。ほんとだ。これをいただきました。でん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 かわいそうかわいそう。私がうどんぶり欲しいって言ったから、あのツイッターでうどんぶり完売したらしくて、私も欲しかったってリップしたら、絶対欲しくねえだろうが本当に届きました。ありがとうございます。かわいそう。うどんぶりが、はい、名前付きね、あのちゃんとここに私の印、こっちにも私の印をいただいてしまいまして、受ける受ける。福田動きますって言ってたの。福田動いてくれました。このちょっとなんか手に粉がつくんですよ。なんかね、ちょっとポロなんかポロポロこぼれてくるって、なんかね粉が出てくるのよ。うどんこかな。うどんこかな。プロやこの人。うどんこだよ。そのあかりの家まで取りに行ったんだよ。これ食器にマジックで書いてある。食器だと信じてください。なんか私のお気に入りポイントはこのところどころに見えるあかりのこの指の跡とかこうやってギュッってやったんだろうなって。ギュッてやったよ。愛情たっぷりだよ、ね、この指の跡から被害者だよ、これ。ふーちゃんは、はい、人感がすごいです。人感がすごいだって、はい、味があります。あかりんが見たかった。あかりんありがとう。あ、今から手紙まだ読んでないんだよ。手紙読まれる。帰ってからワクワクしてすぐ読んでよ。手紙嬉しい。すごく嬉しい。涙、泣くかも、ふーちゃん。初めて私が読みます。ふーちゃんへ、お疲れんこ。なんで感動風に読むの、この人。くれた
入手でまたので原品をあるつてで入手でまたので、えちょっと早速何言ってるか分からない、入手でまたので、えぇ、だったら受け取ってください。あ、できたので入手できたのでですね、動きますと言った通り原品をあるつてで入手できたので、よかったら受け取ってください。ふーちゃん専用なので風船マークも入れときました。ハートあかりんより、いただきました。ありがとうございます。泣いた、嬉しいです。泣いたわ。途中みたいですね。私専用の泣いたわ。あかりんごがいる、ありがとう。おろ、嬉しい嬉しい、あかりありがとう。私だけにそんな作ってくれるなんて嬉しい。使うね、溶けそうなんだけど溶ける絶対使っちゃダメ。はい、ありがとうございます。ラーメン入れちゃう。昨日じゃない、その2人に行った時にラーメン入れるねって言って帰ってきたから。そうだね、うどんぶりだもんね。うどん専用のどんぶりで、うどんぶりだもんね。防水スプレー振っときゃよかった。わかった、使いたいと思います。使わなくていいよ、ふーちゃん健康被害が出る。はい、自主回収しに行かなきゃいけなくなるから。今度お返しを、イライラできたらいい。お返しいらん、お金払う逆にこれ本当に使ったら溶けるかな。溶ける干渉用にしとかなきゃね。干渉しなくていい。ありがとうございます。実用は多分やべえよ使うなんてあかりが言って、わかりました。じゃあどこに飾ろうかな、玄関とか。玄関にこんなあったら風水が乱れる。なんか風水が良さそうなの。風水って言ってるこの人、上がりそうなんで。え、シンクロやば。家に飾っておこうと思います。箱も作ったよ、はい、ありがとうございます。ありがとう。かわいそう。風水かぶりしちゃったよ。いいね、どんぶり。これすごいね、元の箱のやつが気になるんだけど。元の箱のやつがさ、ご飯が炊けるどんぶりって書いてる。ああ、元のやつの方が気になってる。電子レンジでご飯が炊けるって書いてるんだけど。こっちの方が。普通にこれが気になる。いかんいかん。箱の元のやつを欲しがられてる。うどんぶりに、え、ね、うどんぶりに興味示してよ。ご飯が炊けるどんぶりに興味示さないで。お米を水の濁りがなくなるまで。そっち？水洗いし。え、そっち？欲しいな、不動産。え、嘘でしょ？うどんぶりは欲しくないの？うどんぶりを電子レンジに入れ、500ワットで6分。え、すごいよ、これ6分でできるんだけど。ちょっと待って。え、そっち上げた方が良かった？え？すごい。ええー。ご飯が炊けるどんぶりめっちゃ欲しい。ええー。ちょっと調べよう。一人用だからその辺がいいんだよね。あ、うどんぶりももちろん。大切に育て。うどんぶりももちろんだって。っていうか、お家に置いときます。うどんぶり育てるって何？そっちか。すごいな、ご飯が炊けるどんぶり。そっちか。そっちか。彼に聞いてみよう、よさげか。うどん、え、ご飯が炊けるどんぶりの方が良かったの？マジか。うどんぶりありがとう。やっぱ企業努力には勝てんな。そう。いやー、ありがとうございますね。おもろ。ありがとうありがとう。まさか本当に動いてくれるとは。さすが副キャプテン。いける。副キャプテン、動ける副キャプテンだ。こんなことで動いちゃダメだよ、副キャプテン。嬉しいぜ。嬉しくなさそう。
おもろ、おもろい、顔が嬉しくなさそう。おふんかな、おもろ。こんなとこで副キャプテン感じられちゃったよ。ちょっとみんなのこの前のグッズのやつ閉めた。キャプテンを感じさせちゃったよ。愛あるよね、世界に愛は溢れてる。こんばんは、えらい、どんぶり買った、ありがとう。おもろ。みんなのとこにも服が届きますように。でもご飯炊ける中身の方のうどんぶり気になられちゃった。おもろ、確かにすごいけども。負けたわやっぱ。明日米買ってこよう。どんぶり買わなかった、嘘、紙粘土で作れるよ自分で。このリップ捨てよう、もう出ない、もうない、出てこない。達成感、いやもうちょい使えるか、えぐり取って使おう。ね、リップ使い切るのすごい。ください、欲しいの。えぐり取る。リップブラシで取ればいけます。見つけたみたいに、この胸の片隅、初めてのときめき感じたんだ。太陽は教えてくれる、情熱の季節を。ふーちゃんがあかりに連れてってもらったうどん屋さんの名前忘れたって。もうあの時のうどん屋さんの名前すごい覚えてるけど、今私の口から
配信に載っちゃう環境でベリケン以外のうどん屋の名前出せない。ごめん。バレオはエメラルド。服。腰に巻いた夏。海の色を映してる。てかメリケン以外のうどん屋さんは知らないよ。メリケン屋の契約する前に行ったうどん屋だからね。ニャンスケ、ニャンスケ嘘つきだって。悲しい。そういう言葉がタイムラインに流れることが悲しいわ。メリケン屋。猫元気かな。ジジ出産中。ジジが生まれる。かわいい。生まれてほしい。猫産む練習。かわいい、ジジちゃん。チューの猫。猫産むよ。アリンコも産まなきゃいけない。いっぱい産まなきゃいけない。体力つけとこ。猫とアリちゃん。リッセンのモモちゃんも産むか。なんかめっちゃにじんでる、ここに黒が。まあいっか。ふくあおい先生は埋めないな。パパはみちゅ。おいたんはどうだろう。ユミリンかと思いました。ハーフアップだからじゃない。ユミリンハーフアップよくするよね。髪型じゃね。あ、パパがってこと。葵ちゃんとチューしてる自分はちょっと思い浮かべれないんだよな。そういう対象じゃないんだよ。葵たんは精神安定剤って感じ。おいたんは、おいたんに、ね、聞いて、ねえ、おいたん、
ねえ、なんで聞いてくれんの。まあ、ずっと言っときたいので、って言われながら葵ちゃんはずっと携帯をいじってるみたいな、それがいい。みちゅは、みちゅの場合はもうみちゅの携帯を取り上げて遠いところに置いて、みちゅのがメガネかけたらメガネも外して、動きやすい格好にして、うわーってプロレス技をかけに行く。そういう感じ。だからおいたんはお姉ちゃんかな。みちは、いやーって言われちゃうやるけど、結局キラキラ笑いながらやってる。父が滝野さん、いいね。アリンコ、アリンコ産まなきゃ。アリンコは子供で、リッセンちゃんが妹かな。平和だな、 STU は平和だよ、本当に。世界中で一番綺麗な僕は君に恋をしてしまった。ほんほんほん、今日パレオな気分だな。今日めっちゃコメント拾うの下手な日だ。ごめんね。今日めっちゃ集中力が低下してる。なんでやろ。なんでかね。うどん不足。でも今日カレーうどんも食べたよ。あ、日曜の夜やけん。ネット不足。でもネット今日食べた。お中カレーなのかな。久々に撮影とかいうがっつりなアイドルっぽい仕事したからかな。感動してた。お、撮影やん。
アイドル。そういや僕恋公演決まってたな。あれって有観客なんかね。もう生誕祭か。結果入りますか。嬉しいね。それはメンバー未発表か。16人公演なんかな。今年生誕祭有観客でありますようにって思ってたけど、今有観客できるんだったら3月は多分できるよね。今年の生誕祭は有観客でなるべく多くの人が。え、私の生誕の時って3月29だから、まあ4月ぐらいに生誕やるとして船なさそう。よかった去年船でやれて。わかんない、4月ってグレーゾーンじゃない、あるかないかぐらいだよね。春までってさ、3月末までなのか4月末までなのか。前倒しの生誕は嫌だよ。私2年連続前倒しだったんだよね、まあ、結局遅くなったけど去年は。私生誕になる前、誕生日を迎える前に生誕するの嫌なんだよね。これはメンバーの総意だと思いますけど。葵ちゃんのが3月でもな、もう1回ぐらい瀬戸内のだけ回ると思うんだよね。回んないのかな、回って香川でやりたい、できれば回ってくれ。香川で船持ってってやりたい。ね、奈良県行きたいよね。まあ状況次第か。え、香川に船置いとこうよ。めっちゃあんな駅からあんな近い港ないよ。歩いて行けるし。香川港めっちゃ便利だと思うんだけどな。香川来てほしい。ね、船の最後の船の瀬戸内奈良県ツアー、高松市船買い取ってくんないかな。そしたら高松に STU が、 STU の普通の古戦場劇場じゃなくなったとしても高松が船買い取ってくれたら、高松公園、例えば全国ツアーやるとして香川公園だったら船でできたりしそう。懐かしいとか言いながら。ああ船陸揚げして陸上公園いいね。船のステージごとなんか街中にボンって置けんのかね、あのブロックになっとるやんあれって。私は買えないよ。
船は買えないよ。 STU が手放さずのを得なかったものを私個人で買えるわけないじゃん。だったら私が STU を救えるよ。親ペイも無理、親ペイも無理。ワンチャンいけないよ、ワンチャンないよ。瀬戸内のなきゃ回りたいな、せめて。メンバー全員で回れるんじゃない？何々、私は何々県担当、私は何々県担当みたいな感じでやれば全員で回れそう。だから香川、徳島、岡山、神戸は僕恋公園で、広島、愛媛、山口は僕対公園とかにすれば全員で回れそう。船運転できるけど大型船は無理よ。小型船舶だから私の免許。2期生四国行ったことない。そうなんだ。もう1年いるけどって感じが。船いつ終わるのか分かんない。いつ終わるか分かんないから、なんか毎回あと何回なんだろうな、最後かなとか思いながら乗ってるかな。人差し指空に向けて巻きつけよう。もやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ。ふくふく。もう一回船見に行きたい？なんか観覧日とか作ればいいのに。ピンタレスト見た？ありがとう。もう今日久々に船乗ったらもうめっちゃ揺れやばすぎて、酔い止めめっちゃ久々に飲んだ。今年初かも、酔い止め飲んだの。久々に乗ったからかな。ファンの人よく酔わないなって思う。
慣れてたけど慣れがもうなくなった、乗ってなさすぎて。ステージに酔ってる。なるほどね、おしめに酔ってる。思い出作らんにゃならんの。ふふふ。まだでもおえってなった人いないから未だに。船もノリノリ。確かに広島港船の出入り多いね。ところどころエチケット袋ない。そうなんだ、なんなんだろうね、あの100均のエチケット袋。誰かあそこにうちわとか入れて一緒に持ってっちゃったのかな。みんなあそこにペンライトとか入れてるよね。ハートありがとう。てかもうそんな時間なの？ 54 分だ。いつの間にか。ありがとう。あっ、まばたき忘れてた。まばたき忘れてた。大助うどんま、サンドの飯はうどんで決まり。来ると今日も可愛くてよきよきゆっくり休んでね。ありがとう。アーツありがとう。勝也ありがとう。シティリバーありがとう。ヤシゲキちょっと ST 号買ってくるかな。あ、マジ？いいじゃん。ヒガゴンありがとう。金本先生自宅療養中、今日は福ちゃんの夢を見るかしら。見てブーちゃん軸卵店、今夜も福ちゃんの可愛さが半端ない。本当に明日は仕事に行かなければならないだろうか。行かなくていいんじゃない。わかんないけど。ゆっくり休んでまたね。どうも。青によし。
ペア席会申し込み完了。船も1年乗ってないので公演見たいです。では1年か、そりゃ見たいな。こたつ切ろう。ハイパー、配信ありがとう。撮影室だし楽しみにしておきます。楽しみにしてて、もうワクワク。としちゃん、お話し会で撮ったサインが届いた。届かないかと心配してた。久しぶりに福ちゃんからサインもらえてるし、丁寧に可愛く書いてくれてありがとう。家宝にします。ありがとう、こちらこそ。よかった、届いてありがとうございます。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。鬼は外、福田は瀬戸内。サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れ、おやすみ、みずみです。ツイッターのリプとかもありがとう、メールの返信もありがとう、コメントとかギフトもありがとう、ドラヤグのチャレターとかもありがとう。お互い来週も一緒に頑張りましょう。お疲れんこ、おやすみ、みずみです。夢で会いましょう。ありがとうございました。福田あかりでした。おっつー、またねー。あ、おやにゃん。楽しかったです。ありがとう。バイバーイ。ラブ、大好きだよ。